どこ行こうとしてるの。未来カイザえ、一応北陸圏内でしょ。あ、違うか。ちゃうちゃうちゃう、滋賀県よ。滋賀だけど関西やん、真ん中。まあでもあそこ雪積もるはずだよね。いや、雪積もったらすげえねやん、うん、もう、ね、こんなもう胸ぐらいまで積もんねやんか。それを期待しての話やけど、今日の感じやと全然雪なかったからさガンちゃんのあれ見てたらな、うん、カイコマ死んだ死んだ、もうめちゃくちゃしんどかっためちゃめちゃ荒れとったみたいだね。事故が起きたでしょ。もう一人亡くなってるから、ねね、うん、いやもう風がとにかくすごくて、樹林帯やねんけど、うん、ずっと手大丈夫だ。いや手まだ感覚ないねやん花谷さんは七条小屋のオーナーだよね、うん、ね、コラボをまたしましょうよっていう機会があればでもさ言われた、うん、そういう花谷さんが言ってくれる。すごいねそれ。でもな、それはな、花谷さんが俺の動画を見てないからさ言えるだけでさそうだね、見てしまうとさあ、こいつとつるんだあかんなって絶対思われるだってあの人なんか後から見たらすごいなんか活動、若者を、そうだね、そうしてる、真逆のことでしょ。そういや、さすがにちょっと花谷さんの経歴に傷がつくなと思ってこれはまずいなと思って。これはまずいな、うん、ストーリー来てか 見てから、うん、もう多分分かってねえんだろうなと思いながら、ちぼっちゃん絶対分かってないでと思ってあ、俺がな、うん、そうそう、花谷さんのことをやろ。そうそうそう、いやいや、そう、そんな知らんかったよ後から知って、いろいろ帰りしなに池田さんに聞いてその帰りに分かるって ピオレドールを取ってるとかそんなの知らんかったからさ俺。そうだよね、そもそもピオレドールが何かよく分かってないでしょ。まあまあ確かにな、ねオリンピックの金メダルみたいなもんやろ、言うたら。そうそう、登山会の。そうなんかね、うん、それやのに花谷さんに絶対コメント してくださいよとか言って俺言うてんねんあんな慣れ慣れしく喋ってたな俺死刑やなブドウの品種かなんかって思うよなピオレドール、すげえ優しそうな人やったね、うん、俺みたいなんに声かけてくれてやで、インスタもフォローしてくれてやで、同じ画角に入っちゃいけん。そうやね、同じ画角に入ったらあかんレベルやろ。ライフに行ったやの。ライフに行って、何するっていうご飯の相談をしてたんです。おう、鍋にしようぜって言って鍋、うん、鍋鍋はもう山だけでええやんけ。でもだってそんななんか作るもんなんて他にない。まあ大体鍋でしょ。だって俺多分鍋だろうなと思ってダッチョウも持ってこようかなと思ってあんな重たいのもう持ってこんといてくれ主が帰ってこないってどういうことって言ってさっき切れてました。私はあいつなんやねんな、ほんま。そうだから、あの植木鉢の下とかにさ鍵隠してないのってすごい詰めたんですけど。詰めた、詰めました。夕方に行く言うてんのにさ、うん、割って入っていいんじゃない。あいつの方も死刑やな。5時に行くって言ったら4時ぐらいに帰ってくるのが普通だよって言うたお前言うたちゃんとそれ言いました言いました。うで、そうそう、しかもそう、家入れ帰ってきたら家とりあえずあげてって言ったんですよ、うん、そしたらなんかもう片付いてないから嫌だって言い出して、何片付けとけよ片付けとけ教育館と片付けとけよそれやったら。おだからな、別に片付いてなくていいからとりあえずあげてよっていう、めっちゃ押し問答したんですけど、もうダメダメ、髪の毛とか落ちるからダメいや、どうでもいい、あいつアホやろほんまに。そうだね、俺なんかもうそういう計画が立ったらもう何日前から家を草刈りから始めるで全部流れとるけど、買ってあってもいいぐらいだね。そうやんな。なん
で今日山に行ったんだろうと思って彼は。そうそう、俺もそう思ってる。ね、俺ストーリーこうなんか上がっとって、うん、何しておやと思って。ねえねえ。まあだからまあ、ね、ちょっとアスペのあれが見えてきたな。まあアスペじゃ普通のやつはそんな そんなこと取れへんやんか、やっぱ、ね、ついについに、まあ、いつもやっぱアスペやってんな。やっぱ慣れ人間慣れてくると、うん、そういうのが出てくるね。出てくる、うん、なるほど、うん、まあそりゃ嫁にな離婚突きつけられてもしゃあないわな。でも多分、うん、私ぐらいだったら待たせても大丈夫っていう片鱗が見え隠れしましたよ、うん、あそう、うん、舐められてんねんなお前じゃん。いやもう間違いないですいやだから全部買ってきてって言ってました、ね、全部買ってきてって言ってたのつなめとんなお前。どんな方法で死刑にしますか、あいつ、うん、チンゲ燃やすなんか濃そうですね、チンゲ。あいつ拷問やからな。でもチンゲ燃やしたらすごい臭くなる。チンゲチンゲ言うなお前離婚した最初の年のクリスマスにチンゲを燃やされてでライフで買い物せなあかんねん最初に年は奴隷のために。そうですよ、さっきあのライフ知らんねんなお前。はだからライフ初ライフですよ。デビューかお前。デビュー、シンさんもそうだよ。ライフデビュー、ライフ稼がないよこの辺道狭い割に混んでますよね。めちゃめちゃ嫌なんか。どうします、どうします、ガンちゃんちめちゃ汚かったら。いやまあ別にええねん、一泊するぐらい。いやその汚い山小屋よりはマシやろ。そうだ、シンさんも寝具持ってるんですよね。いや持ってきた持ってきた今。ちょっと取りに。大丈夫やって、なんかあるて。なんかありますかね。なんかあるて。ちょっと元嫁の布団で寝たくない私。なんで？なんか気まずいじゃないですか。どう気まずい？なんかこれで。ガンちゃんと夢がとか思うと自分の寝具で寝た。セックスの話それ。ああいやだ、もう変な趣味とか見つけたくないです。もう何を言ってんのお前それ彼女のセリフだよねそうやな、そうやな、そうだ、ガンちゃんの彼女やったらまだ感じになっちゃいました今。そう、うん、ちょっとそれは心外だな別にええやんけお前、セックスした後の布団でもお前嫌ですよ、そんな人のなんか体液だかなんだかが染み込んだな。いや払ったら関係ないやんけ。布団とかって洗えなくないです、敷布団とか。およそ150メートル先、あ、シーツ、浜口町東を進みます。洗ってるかどうか知らんけどな。洗ってないだろうな。なんかな、そういうマメな体液。なんかもう男の一人暮らしの家行くってもう嫌やもんな、なんか汚いイメージしかないもんな、うん、そう一人暮らしで、あいつしたことないからさ。あ、そうだよね、うん、初だって言ってた、ね、初って言ってたからもうそこに行くっていう時点であんま気進まんよな、ね、お料理とかはめっちゃしてるみたいですよ、うん、なんかね、うん、それと家が綺麗汚いは全然別の話や。そうか、うん、一人暮らしの男やで嫌やんそんないやそんなことない、そんなことない、うん、そういうイメージあるやろ、しんさん。あるあるある。いやそりゃそうなるだろ。全然進んでよし、あ遊びに行くわとはならんや、うん。もしこれででもガンちゃんちめっちゃ綺麗だったら超イメージプラスになりますね。いやまあもうそらな、ね、ただその部屋が片付いてないのに、うん、今日山に行ってるっていうことでもだいぶマイナスやけど相当マイナスや。アホかお前はと来る時間に家にいないっていう、うん、3日前から掃除しとけなあ来るの分かってんねやからな。ホコリっぽいのも嫌やし、もう生臭いのも嫌やし、もう家が生臭いとかあります？いや分からんけどそのゴミとかさ俺も一人暮らししてた時めっちゃ汚かったわ家まあでも女の人でも片付けれない人がおるおるな、うん、おる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 。性格って言いますよね。そんな女と絶対結婚してないよなKさんの奥さんは片付け上手ですか？もうめちゃめちゃ綺麗好き。ああ、じゃあいいですね。いや俺もおかんがさめっちゃもう潔癖やったから、うん、まあだからもう人ん家行ったら俺人ん家行くんが嫌やったもんな昔小さい時人ん家行って大体汚いから、まあね、自分家よりな自分家と比べてまうやんか。綺麗だったんですね。おかんが潔癖やからもう家常に綺麗やんか。人ん家はもう常に汚いねやん、まあ、確かに自分家と比べるから、うんうん、うわ汚いこの家っていつも思ってたもん連れん家行ってめちゃめちゃファミリー住宅街だ大丈夫やなガンちゃん。ここ電柱あるんで OK。ちょっとだけぶつかるかも。大丈夫アウディ
なんかぶつかってる？これでいい？はい。オッケー。お邪魔します。スリッパの理由してる。ああ、それやけど。着替えていい？着替えちょっと困るな。着替えたい。着替えたい。大丈夫やって。いい。じゃあ、いい。行けよ。2回で着替えるの。だって1回見ないのから。2回ほど片付けてないとこはない。私着替え。いや、分かってるって。着替えさせて見るだけやんか。まずね。いや、これ全世界に公開されるかもしれないでしょ。どこどこ。あ、これ山部屋や、ここ。山部屋ほんまに今散乱してるんだ。うわぁ、きついなこれ。ここ自転車部屋す。自転車部屋。あ、自転車部屋ってたらあかん。もうこっちこっちで弱点が僕の寝るとこです。ここがトイレか。ここが一番いいんじゃないか。じゃあ寝るとこちょっと一瞬着替えてます。いや、違う、待って。僕の寝室さらさなくていいでしょ。もうこのままなんかマット上げてなんかシーツがバーンってなってるの。あれ、エアコン剥ぎ取られたってじゃん。そうですね。エアコンなんかなくても嫁に。いや、ちゃいます。もともとないです。もともとないの。こっちはないです。自転車の物置です。これ、ああ、これが本場の物置です。まあな。まあ想像通りや。大丈夫。大丈夫。みんなが想像してる通りや。こんなんさ、お前、もう作動しようがないやん。こんだけ。もう綺麗な時は綺麗なんです。あ、そうなん。綺麗な時もあるの。あります。うん。男の人らしいこれぐらいですよ。いやいや、まあ分かってるよ、分かってる。俺も一人暮らしの時そうなんかも。ただその問題なんは、はい、汚いの分かってるにもかかわらず今日山に行ってることが問題であって。でも、2回入る前提じゃないの。いやいや、まあまあここもさ、これは相当汚いよね、これどうやって飯食うんやんっていう。いや、入るから、いや、ご飯食べに行くんかな。普通さ、こう食んの分かって、いや、食べに行くいかんにしろさ、今日、今晩さ、ここに泊まるって分かってたわけやんか、お前。はい。これでさ、お客さん迎え入れる状態なの、これっていう認識でええの。いや、お前がそうやって言うんやったらしゃあないやんか。これ、これそうなんやな、これが。この、これが、全部これ今、乾かしてる、うん、そういうことなんやな。これがお前は客を迎え入れる状態で完璧ですわっていうことなんやな。こんななんか汚い。おい見て、むっちゃ汚いこの辺。これめっちゃ汚いで、これ。おい、さっきお前これ、これ見て、この辺もこの焦げた、これ。わかりきったことなんだけど、まあ、まあこんなもんですよね。3日前に泊まる。なんかこれやだ。少なくとも今日泊まるのもやだ。僕はよく分かってない。あ、本当。もうこれもやだ。いややな、もう汚いな。じゃあ、掃除して帰ってもらって。よく言えるな。うまいな、先輩らに全部買い出し行かしてな。この私も今上行きましたからね。ガンちゃん今日一緒に寝ような。あ、マジっすか。じゃあ僕の部屋で。うん、しかしやっぱ予想通りやったな。そんな汚いと思ってますか。いや、まあ男の一人暮らしなんで汚くて当然やんか。そうですね。うん、汚くて当然やから別にええねんで、うん、汚いやろうと思って来てるからさ。じゃあ大丈夫。うん、大丈夫だ、全然何も問題ない。まだマシな方かもしれないんで、もしかしたら。マシって言えや、そんな誰かと比べたらさ、上は上も下もおるから、ただただ汚いなっていうだけで。なんでな、ちょっと酸っぱい匂いするよな。酸っぱい匂い、なんか酸っぱい匂いせん。僕結構匂い敏感な方なんですけど。いや住んでる人は分からんって。あ、絶対分からん、住んでる人は。香水みたいな。いや、じゃなくてなんか生ゴミみたいな。まあこのゴミ袋ありますから。いやな、ほらもう汚いやん、あんなもん。なんでゴミ箱に入れないの。いや、捨てとけよ、朝に。中身が見えるやつ。もうそっち入りたないもん、汚いから。そっちそんな言う。それもうコンロ汚すぎるやん、そのコンロ。なんかを焼いたカスがもうめっちゃ落ちてるやん。醤油とか腐らんよな、醤油とかって。醤油は腐らへんよな。なんでその腐ったもんは置いてないですよ。置いてない。だからもうここの家にある醤油を使うのさえちょっとためらわれるっていう。中に入ってる。大丈夫？
刺身を買ってきたからさ、ちょっとわさびもちょっとだけ今あるんで、あ、ほんま？わさび使えんのそれ。最近買いました。ほんま？1週間前。あ、オッケーオッケー、ほんなんいけんな。乾杯します。とにかくもう気持ち悪いわ、ほんま。いや、もうじゃあ乾杯だ。ここから早い。食べながら乾杯。ケイさん、ウーロン茶でいいですか？ウーロン茶でいい。これお前大丈夫か、このコップ。知らん。いやいやいや、絶対汚い。いや、汚い絶対汚いって。あら、あらったばっかの。いや、絶対汚いよ、お前見てみろよ、これ。いや汚いやめっちゃそれ。お前洗ってんやろコップ。おう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 。あ、食洗機やな。あ、食洗機で洗って大丈夫。お前の手洗いはもういつから入ってる？昨日の晩に。お前だ。お前昨日の晩にしてはその量がおかしい。いや昨日の晩っす。おじゃ食洗機怪しい。なんでなんでなんで怪しい。綺麗でしょ多分。じゃね、汚れててもな、もう見えてへんかったら分からへんからええねん。ちょ、もう見えてんかったらええねん、もう多少汚くても。さっきのやつはもう明らかなんか汚い。これなんかむっちゃ汚い。めっちゃ汚いやんこれ。でもそれは僕はなんでしょ。これ見てもうくすんどる。めちゃめちゃなんか食洗機のせいでしょ。ほんま。あ、こっちの方が綺麗だよ。あ、ちょっと綺麗なんだし、こっちの方が綺麗。おおお、ポリブラシの男の家はきついわ、ほんま。恐怖だよ。恐怖だって、まさかのエアコンが本当にね。え、エアコンないわけないって言ってたら本当にいたの。乾杯。すいません。あー、だから刺身とりあえず出してる。このさ、この長いやつは絵面が最悪だ。最悪だよ。いや、これはほんまに先週勝ったばっかっすよ。このほんまか。余計怪しい。いや、ほんま、ね、量の減り方からしてそうでしょ。うん、確かに。賞味期限確認しとけよ。大丈夫、大丈夫です。醤油なんて、賞味期限って言うのも新鮮なんて。もうそれどうでもいいから寒いね。この部屋が。いや、ガンちゃん、いいよ。だいぶ美味しい。だいぶ美味しい。多分、ドーマンだけで、最初の一本山出てこない。またな。家の中でも上着まだ脱がれへんもん。マジっすか。だってエアコンないと思わなかった。エアコンないと思わなかったわ、さすがに。うん、ガンちゃん飲んだらお前、うん、カセットコンロ買いに行けんの。買い出し行かれへんやん。チャリで行きます。あ、そうや。でもチャリも飲酒運転なんで歩きで行きます。そうそう、一人暮らしのお客さんが来るっていう、うん、あれで、うん、やっとダメですね。いや、ダメどころじゃないやろ。いや、こんなもんやね、普通は。でも来んの分かってて、しかも今日一日休みあったわけやんか。しかもさ、その女も来るねんで、女も。男だけやったらまだ分かるわ、まだな。来るんかな、ぜ。省力は、いや、本人も。いや、だって言い出したん、お前やんけ、うちに集まって行きましょうよって。俺んちに比べたら、家みたいなもんだじゃん。何ヘビ草刈りしたと思ってまあ、何か言うな、これ言います。ラーメン、もうラーメンじゃもう多少汚くてもさ、もう鍋の具入ったら分からへんからもうええわ。入れてから、これ飲むのはきついやん、見えるから。飲み物鍋はもう具入ったら分からへんからそのお前今川焼き腐ってへん、それ。いつ買ったやつ、その今川焼き。昨日の晩です。いや、ちょ、ライフやろ、あそこの、はい、ライフで売っててんやん、これ。で、あ、今焼きうまそうやなと思ったとこやって。じゃあ食べてください。え、ほんまに昨日買った？見てもらったら分かる。分かる。昨日しか、だって買い物行くタイミングないじゃないですか、そんな。いや、知らんわ、そんな。ライフなんて、ほら、遅まで空いてるから、もういつでも行けるやろ。もう、とにかく寒いね。寒いやろ。ほんまに寒いっすか。寒いよ。どうしようもないよな。それを予測して、俺、一応、シュラフを持ってきた。カーペット出すんだよ。あれがガンちゃんの。ホットカーペットあるの？屋根裏にあります。持ってこいや、それ寒いから。持ってこいや、寒いから。行け行け、そんな。シュラフ持ってこればよかった、ほんとに。じゃあもう鍋まだ何してんやん、寒いから。だってガンちゃん手伝ってくれないもん。手伝ってくれない、あいつホットカーペット取り行かしてるから。はい、しろお前。さっきずっとガンちゃんのライフラインあれだけもう、土地なんかもう全然わからん。あ、はい、何で、いいで、踏んでるから引けないですよ。飲んでからのっていう。ストーリーもうだいぶ家らしくなってきた。これまあだいぶここなんか、あ、追ってもいいかなぐらいに思えるような。そうやな。
こんにちは、新しいタオルがいい。タオル汚い。なんかいっぱいついてる。やだ、見てこれ。いや、これ、それ洗車で使ったタオルじゃん。なんか、壁かすみたいなのが気がする。いや、白い、もう何もついてないって分かるやつにしときますね。壁かすいっぱいついてる言われてる。壁かすじゃないと思います。見て、見てこれ。ほんと見てほしい、あれ。もううるさい、はい、しろ、お前。それ汚れるもんでしょ、タオルって。違う違う、そうそうそう、まあそうやな。壁かすつかないよ。なんで私が強気なの、そんなに。今の顔微妙な奴隷2人のでっかいのいやいや、いやっとりやそう、お互いのせめぎ合いだ。そうやな。そうこれ何、ここまではやるけど何しとあ、これで、あ、それいいじゃん。あるじゃん、できるじゃん、それで。早く言えよ。何この小さいテーブル。何なんこれ。いや、大きいテーブル一人暮らしっていらない。二人や、二人でもいらないでしょ。これ十分だ。そうやな。でしょ。弱火とか出ねえのね、これ。そうっすよ。まあ、頑張って弱火にするしかない。いいよ、強くても大丈夫。いらんな、ノーマルガスでや。パーガスも、もったいないから、パーガス。ノーマル持ってないです。ノーマルなんてな。ノーマル使うことあります？あんまないよな。サビ、サビチェックしてる。いや、もう、わからへんから、もう。汚くても。私の誕生日、誕生プレゼント、ビール、ありがとう。あ、そうだ、誕生日だったこの間ね。嬉しい。開けていい？あの、何にも持ってきてない。あ、牛すじもあったな、そういえば。ありますよ。なんか、もう紛れてますよ。うどんじゃ、ラーメンに食うでしょ。今日の鍋は相当うまいぞ、でもこれ。ね。な。うん。うん。山で食うからさ、まだあれ、シャアなしで食ってる部分もあるやん。ロケーション補正が。下界で食ったらもう臭いで、あれほんまな。あのこないだの鍋もさ、コメントも聞いとったよ。料理からしてるも見かしたら衝撃ですみたいな。そんなコメントあったっけ。ったでもまあ、あれもまたな。いや、あれはあれでうまいっすもんな。いや、うまくはない。ちょっとフォローして。いや、決してうまくはないよ、絶対、うん。え、麺も買ったんじゃん。買った、買った。メモ、明日の朝。うん、朝でいい。お、明日の朝、もういい。やば。なんかいっぱい。腹いっぱいな。ケーキありますよ、でも。ケーキはまだちょっと。そう、まあ、毛が落ちちゃうな。え？あの、もう、な。もう掃除しようかな。いや、だから、普通、それを、今日、朝起きてから、やるよなっていう話。いや、あの、来る前に、やる時間を。違う、もうちょっと。これはね、もうしょうがない。一人暮らしや。いや、でもな、これちゃんと時間まで、だいたい5時ぐらいに行きますよって言うたよな、お前が聞いてきたから。そしたら、お前が帰ってきて、ここに帰ってきたら何時や、お前。まあ、50分ぐらいですね。何時50分?4時50分ぐらい。おう、やな。やっぱちょっと、だから、やっぱり、アスペなんかなと。いやそう。おう、そうや、そうやね、そうやね。そうやね。やっぱ、表面上の付き合いだけでは分からへんから、はいはい、やっぱこうだんだん親密になってきてな、やっとさ、その人のほんまのところって分かるもんやんか。診断してもらいました。でもまあいいと思う、それも個性やから多分。ほんまに個性やから。だって別に人に危害加えてるわけちゃうからね、うん、むしろあの絵的には美味しいからさ、むしろあの利益もたらしてる可能性ありますから。そう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 、ある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 、感謝してもらうなと思って。そう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 、とも言えるから。だから必ずしもそれダメっていうことではないから、ね、うん、しかも買い物も全部やっ、いや、全部な、先輩にやらしてみたいな。いや、その先輩言うのも別にただちょっと知り合って年が上なだけで、はい、お前からしたら、いや別に先輩でもなんでもない、ただ年上だけやろって多分思ってると思うんだよ、はいはい、うん、それ間違いないしな、それも別に学校の先輩でもなんでもないから、うん、だから別にガンちゃんのその行動が間違いかって言われたら別に間違いではない、はい、ただまあ俺やったら要請なんていう、そんな行動はな。それはまああくまでも俺個人の意見だから。うん、お世話になるな。ええ、いい。たまらんおらへん、ほんま。それよ、僕さっき掃除機かけたんですけどね。掃除機かけたん、多分あの絨毯が多分バーッて。ガンちゃん結界圏もこれ抜けていくで、もほんまに。そこはほんまに。3周ぐらいしましたよ。いや、わかんない。めちゃめちゃ毛をつけてる。そうなんですよ。だから僕、逆にどっから湧いたんかなってびっくりしてるんですよ、それ。いや、これは。でも、こっから出てきたんじゃない？その辺もめっちゃ毛落ちてんねん。いや、そこはもう、本当だ。ここ通った人が全部落としたんで、ね、まあ、鍋がなくなるとね。
それ鍋、そう、鍋なくなって一気に寒くなってさ、やばっすね。人生ゲームないの？人生ゲームないでしょ。はい、ウノとか。そうしたら飲んだらええやん、もう。いや別にそれは飲んでもらうなあ。でもだって見て、見ました。冷蔵庫なんか見ました。見て、もう見たないよ。でも、もう飲みかけに見えるんですよ、全部。いや、それはペットボトル横に置いてるから。ああ、どうせさ、一人で飲むねやろ。おはよう、飲むの。いや、これ、さきちゃん、ちょっと飲むの。これ出てきた、そつまみ。これ、一人一個持ってください。それ、ここでペーってやったら、いや、置いたらいいじゃないですか。そうやんな。置いたら、もうむちゃくぼれてる。なんか、お土産で買ったんでしょ。ありがとうございます。酒飲みますか。あ、うまい。あ、うまい。あ、うまい。ポテチ僕も用意してあるんですよ。ちょちょ、これ名古屋土産だからさ、一人ポテチは俺も買ってきた。あ、いや、買っててん、さっきでしたっけ。いや、もともと持って行こうと思ったやつがあった。どこに？あ、その山に。山にブスター。いやいや、代わりだね。だからもうなんかややこしいの出てきた。なんで開けんねん、お前。一人一個で渡すって言ってさ、じゃあ、なんで開けんねん。開いてるやつですよ。食べるかなと思って、みんなちょっと食べてみたい。これはなんかちょっとうまそうやな。これはね、いや、でもそれはもう話題性は、あれを開けて食わんと話題性が。ワンちゃんのこれは開けよ、やっぱり。これはこんなクソみたいなとこでこう出てきて。違う違う、これ赤いんすよ。これはまだな、なんか、あ、多分塩やろ。塩です。塩は、まあ、もうめっちゃネイチャーな。分かってる。やから、まだいけると思ってる。この手羽先、甘辛醤油味を今さら腹いっぱい入れてるのに。名古屋、どうします愛知県民はもうこれを食ってみろと。でもお腹はいっぱい。匂って匂って。うまいわけない。食ってみろと。うわ、もう甘ったるいわ。食ってみろ。甘ったるいというか今重たいわ、こんなん。分かんない。まあ海外のポテチ、要はカルディとかで売ってるような感じもあるじゃないですか。まあ、あっかわいい。まあ、おいしい。うんうん、まあチップスターですよ、普通で。うまい。これはもう芋をスライスしましたって旗揚げポテトみたいな。あ、芋。でもこれやったらカルビーのあなんかポテチの方が、いや普通のやつな、うんうん、普通の方が美味しいよな。まあまあ、お前、まあまあ、素朴すぎるかもしれない。そう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 。結構好きだよ。これは美味しない。美味しない。美味しない。全然美味しない。塩が全然効いてない。じゃあ美味しい、これ。美味しいと思う。まあ、まだもう一本あるから。なんかちょっと粘土っぽくない？粘土食べたの？粘土みたいな味。美味しい。見直したワンカップ。何やろうな。土の味？自然すぎる。大地の味ね。じゃがいものなんかアクが抜けてないかもしれない。出てそうやわ。そういう系なんかもしれない。そんなあのラーメンを食うこと考えたらご常気やな。ここら辺ってポプラないんかな。ポプラない。大きいのマークの衣装ポプラ。めっちゃたまにしかない。ポプラもうないんちゃうかな。あのね、うん、ポプラとローソン一緒になってんだよ。一緒にはなってない。なってるんだよ。そっちだよ。なってんだよ。ポプラ。で、いいとこ取りになっとうけど、もうなんか店内がね、しっちゃかめっちゃか。知らんわ。弁当はポプラスタイルだった。山口からあっちはもうポプラ最強なの。最強なの。最強。もうかけとるよ。もうかけてる。こいつの何や、家の食器かけてんのばっかりか。4種類別々のを買ってきたんです。俺抹茶が一つだけは増え。抹茶がね。じゃあもうじゃんけんする。じゃんけんする。勝った順に抹茶の可能性ありますよ。じゃんけん。いや、もうじゃんけんやからしゃあないよな。ファミレス店の概念あるのかな、あっちの。あ、何やかな。ファミレス存在しないです。食べてるし、もうちょじゃんけんどうしたの。もう私もそれ一口食べたい。出てきた。出汁持っていく。あ、行動食になります。腹部長全然こんなお前行動食で食われへんやろ。開けたら食べないといけない。もっとだった。もっとだったよ。16年熟成させたの、そこで。いや、ここでは熟成してないです。熟成させた。大丈夫じゃない。より溜まってないですよ、全然。まあでもこんな時じゃないとさ、そうなんですよ。だから一人で飲まないじゃないですか。だから飲もう飲もうね。あえてこのある情報を言ったんですよ。そういうことやな。僕ん家で取れ高稼がなくていいんですよ。
いや、そう、稼ぐ場所は限定する必要ないからな。新しいスポンジだし。いや、そんな。そら、こっちもそんなつもりで来てない。こっちもそんなつもりで来てへん、別に。来てないんだけど。僕が勝手に取れ高を用意してただけ。そう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 。はい、ここでやってや、ここで3センチ以上のネジとドライバー、ここでやる、ここで。いやだけビスを揉んで、あるネジとドライバー落とせって、釘でもいいんだって。もうガンちゃんこの辺のビスでもいいね。ビンに衝撃を与えろ。あのもう建築力をありかは知っておけるな。それで少しずつ上に登ってくるって、なんかこうバスタオルで巻いてこうやって壁に、この前はワイルドにこうパーンって割って、あ、出てきた。え、アイススクリュー出てきた。待って、入らない。ちょうどジャストフィットで入らないんですよ、これ。一瞬回る。いや、ちょっと。あ、いやいや、これ落とせって話だね。もう、じゃあそれで落とせ。だよね、だよね。いや、もう知らん。ちょっと、高いんやから。こっちが。いや、もう無理。こう、もう中に落としましょう。いや、もうそっちはもう無論だわ。それさ、もう。もうコルクがさ。コルクぐちゃぐちゃになったからさ、その中に落としても絶対コルクの数が。いやいや、これでハンマーで。だけど、多分圧が。あ、来た。あ、ほら。意外と簡単に落ちた。ね。ね、ほら。出てくんのか、甘い。そうなんすよ。だから、お箸かなんかで。そこまでさ、沈めちゃえばいいんじゃない、これ。空洞を作るんだ。じゃあ。あ、これは、でも。来ました。これ、洗ったよね。洗った、洗った。私が洗いました、さっきちゃんと。ちゃんと私が洗った。メリークリスマス。まあ、なんか、まあ、よくわからん感じになってますわ。なってるってどういうこと？元の味知ってる？いや、もっと甘いんかなと思って。まちょっとマシかもしれない。いらんよ。ちょっと騙されたと思ってね。怖い、怖い、あかんの。ダメでした。子供のさ、お弁当箱の端っこ。いや、あったもん。なんでこんなの？なんであんの？子供のお弁当箱についてるやつだよ、これ。女子大体こんなん使うでしょ。こんな小さいの使う？使わん。だってこれは小学生のお弁当箱。お前の嫁が、ゆかちゃんが使ってたってこと？使ったことがあるんでしょう。これやで。耳かきやん、こんな。長さ的には。こんな影響力は数字に表れんけん怖いよね。ねえ。でもこの前、近江の店行った時に声かけられたんですよ。ああ、喜んでる。聞いてました。ああ、聞いた。仕事のうんぬんか、なんか奴隷や、みたいな感じで。僕らも奴隷なんですよ、みたいな感じで。タバコの吸い殻捨てさせるに行きました、とかなんか言ってて。で奴隷が。知り合いが。奴隷つながり。ガンチャンネルね。ケイさんの奴隷だったんですか？俺の奴隷がガンちゃんに出会って。そういうことなんや。で、あ、見てくれてるんですよね、みたいな話。じゃあ実は僕、その藤本さんと知り合いなんですよ、みたいな。え、何の知り合いなんですか、みたいな話。いや、仕事で、みたいなこと言って。奴隷なんですよ、とか。あ、そうなんや。奴隷同士が出会った。奴隷ですって言う。デブやろ。あ、その後か。奴隷が増えていってるぐらい。奴隷ネットワークが。そう。英語っちゃ。奴隷なんです。奴隷なんです。言われて。言ってた。ほんまに言われた。ガンチャンネルもついに声かけられるようになってんの。そう、その日が初めてその声かけられて。ほんまに？あ、そうか、剣沢ではさ、直接ちゃうかったもんな。知ってるっていうあの男の方ですね。かっちゃん。あ、かっちゃんか。かっさん系な。かっさん系。かっさん系な。だいぶ良くなったけどね。だいぶ良くなったやろ、あれ教えてるから。うん、川平さんいるじゃないですか。お最近なんか YouTube アップしてるなっていうの見つけた。あ、ほんまに？はい。なんかあの、ランニングやろ。いや、でも山の動画もアップしてました。アップしてんの？マジで？友達と行ってる善一さん。あ、こういうことありましたよとか。ちょっと待って、お風呂上がったのにさ、お風呂入る前と同じシャツ着てんの？帰ってきてから来た服がいいかな。もう明日どうせ朝一で着替えるのに。おかしい。確かに。みんなここで寝たらね。こう向きで。こう向きで。あれ、シンさんマットの。シンさん枕あるちゃんと。なんでこれと思う。枕ある。ボケか、お前。こっちの方が寝やそうじゃん。これ何の
クリスマス最大のイベント頑張ってる終わっちゃってかな終わって頑張っとるけどあのこいつ小さいからさこいつ小さいからもうごめんなさいわ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 取って取って誰かマウント取ったマウント取ったマウント取ったちゃんと収めて私の勝利をごめんなさいわごめんなさいわ怖い怖い怖い気がせんといて乗ってんのこれ乗ってますよめっちゃ軽いからさ乗られてる感じもないしさちちちもう負けを認めてくださいそろそろわぁ全部持ってくれちゃう本当それ私の布団なんのそっちあるじゃないですかいやいや掛け布団がないや掛け布団私もないよ掛け布団を敷布団にされてるそうそうこれ私のですよでもまあしんさんと俺らがしゃあないよな二人おるからうおあ、え、最強やんこれ完璧やみかんちゃんありがとうありがとうみかんちゃんありがとうというか、うん、まあこういう状況は、まあ、当たり前だけどね当たり前、まあ当たり前やねそんなまあまあ来るってね分かっとった時点でそうやなみかんちゃん歯ブラシ借りんで歯ブラシっすかおあ、僕のですかおいや、できたら元嫁のやつの方がいいけどあ、マジっすかおわかりました気持ち悪い気持ち悪いここで測んて早く来ましたね、今日は布団の上はやめてほしい早く来たもうせめてトイレの床にしてほしい大丈夫無理やろおやすみなさいおやすみ、ガンちゃんおやすみ寝られへんわ、俺私もなんかまだあんま眠くないうそやろちょっとピロトークね、そう、ピロトークまあ、いいけどまだまだ消さんとガンちゃんもじゃあいたら下に下にいたらいいじゃんガンちゃんここで寝ないガンちゃんここで寝ようよじゃあ一緒にちょっとトイレだけガンちゃんそこかじゃあここ使うよここ、まあ、別に早く定位置ついてくれやいやちょっと私がソファーを譲らなかったからここでピロートークしたらさもうちょっと下なんだドーマンだけ行くまでに2話なるんちゃうそれあの話題は何、うん、離婚離婚いやいや違う違う違うそれを語ってくれいや俺ちょっとめんどくさい俺はその話してるまでに多分寝るピロートークやねピロートーク、うん、俺ピロートークは一回も したことないんだよ、ね、酔っ払って寝ちゃうからそうやなすぐ酔っ払って寝るもんなしまだ起きとってください、ね、サンダーバードでピロートーク一回もないよ初めてのピロートーク初めてのピロートークない何がいいですかジャンルジャンルどうしよう病が病が病がって何でもよ谷間バンみたいな服着てるみたいないやいやそんなんじゃないよたそれはもう谷間ないやつ全員アウトよお前なんてもう終わってしまうぞ いいんです私のことだけさきちゃんの取材ことを、はい、あそこにそんな浮ついた話ないですよ俺の話とか聞いて何がおもろいのもうちょっとお前まともな質問しろ初恋の何が知りたいんですか初恋めんどくせえぞお前がしょうもないこと聞くからじゃん俺髪の毛の量が多いからね関係ない髪の毛地毛燃やす地毛燃やす言うたらまっくり返しの状態にしたんです医者にほんで周りにさあの若い看護師に足取り押さえられて風俗に行って、その穴に指とか突っ込まれたことないやろ？いや、そういうことは言わんけ言わんのあるのあるのあるんじゃないですか、それそういうことは言わんけあるけど言わん